黒い画集ひも,ひもは、松本清張の小説。週刊朝日1959年6月14日号から8月30日号まで、黒い画集第5話として連載され、1959年12月に、単行本、黒い画集に収録の一編として、公文社より刊行された。過去6度テレビドラマ化されている。小田急線を望む。 現在の玉川河川敷小田急線を望む玉川の河川敷で42.3歳の男の考察死体が発見された。被害者の姉、青木茂や妻、梅田静代によると殺された梅田康太郎は岡山県の津山で官主をしていたが、東京で危険な事業に乗り出そうとしていたという。捜査主任の田村警部は周辺人物の行動を追跡するが、 情報の乏しさ、アリバイの成立などにより、捜査は一旦暗証に乗り上げる。1960年7月4日と7月11日と7月18日、KR テレビ系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本成長シリーズ黒い断層の第一作として、3回にわたり放映。1962年11月22日と11月23日、 NHK の松本成長シリーズ黒の組曲の一作として2回にわたり放映。松本成長の日も恐怖の大回転遊覧車。1979年11月24日。テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国て放映。視聴率15.8%。松本成長の黒い画集日も。1985年10月4日。 フジテレビ系列の金曜女のドラマスペシャルは国て放映。視聴率16.0%。松本成長特別企画、ひも。1996年7月1日。TBS 系列の月曜ドラマスペシャルは国て放映。視聴率19.3%。DVD 化されている。松本成長特別企画、黒い画集紐。2005年1月9日。 BS ジャパンの BS ミステリーは国て放映。地上波では同年1月12日テレビ東京系列の女と愛とミステリー4周年記念スペシャルとして放映。ありがとうございます。